こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの秋のブルゾンはこれが最強だというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、秋に着るアウターなんですけども、様々な選択肢がありますよね。まあ、秋といってもですね、範囲は広くて、夏過ぎたばかりの秋というのは結構まだ暑いので、もうシャツ1枚でも十分かなと思うんですが、そこから徐々に気温が下がっていくと、シャツアウターですとかナイロンジャケットですとか、他にもですね、短い丈のアウターなんかが必要になって、それから先ですね、もっと冬に近づいてくるとロング丈のコートみたいなものがあると便利なのかなというふうに思っています。まあ、その中で今回はですね、秋に活躍する丈の短いアウターの中ではユニクロのこれが最強だなというものが見つかったので、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。はい、もう早速もったいぶらずにお伝えしたいなと思っているんですが、こちらはですね、今期のユニクロ U のジップアップブルゾンですね。これがやっぱり使い勝手がいいですし、まあ実際に着てみてですね、僕もこれは良かったなと思うので、購入をして今回はレビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、先日の動画で僕もユニクロ U のレビューをしたんですが、その中ではですね、あえてこちらは外しまして、女性モードですね、デニムのシャツジャケットの方を僕はご紹介したんですが、こちらもですね、動画の最後の方でお伝えしているかなと思うんですが、やっぱり仕上がりが良かったんですね。まあ、多くの YouTuber の方もですね、こちらおすすめしてるかなと思うんですが、まあやっぱりですね、完成度が高くて、僕もですね、後日改めてしっかりと冷静にですね、試着をした結果購入することにしました。ただ僕の動画の中では、こういったジップアップブルゾンというのはどちらかというとですね、 NG アイテムで出すことが多かったんですね。まあ、確かにこちら完成度は高いんですが、ただよく見るとなんかですね、作業着っぽいというか、おじさんが着てそうなイメージもありませんか？確かにこのジップアップブルゾンというのはですね、正統派なアイテムというよりはちょっとダサかっこいいようなクラシカルなアイテムなんですね。ですので本当に完成度は高くておすすめではあるんですが、着方次第で僕ら大人世代には全く似合わないものになってしまうというところもあるので、そのあたりも含めて皆さんにコーディネートもちゃんと解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、このようなジップアップブルゾン、僕自身は結構好きで昔からよく着ていたんですね。まあ、ちょっとこうレトロな感じがするようなアイテムで、すごく個人的には好きなんですけども、まあ各社からですね、こういったジップアップブルゾン出ているんですが、その中でも今期のユニクロ U のものはもう断然ですね、質もいいですし、デザインの細部のバランスも良かったので、まあこの手のアイテムを買うのであれば間違いなくユニクロ U が一押しかなというふうに思ってます。なかなかですね、この状態ではイメージが湧きづらいかなと思うので、この後僕が実際に着ながらですね、どういったポイントがあるのか、あとはこちらのブルゾンをおじさんっぽく見せないためにはどんなコーディネートのコツがあるのか、このあたりについて触れてみたいと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着ていました。どうでしょうか？なかなかですね、仕上がりのいいブルゾンになっているかなというふうに思ってます。今回僕が選んだサイズというのは S なんですね。僕は身長164センチ53キロと結構小柄なんですが、まあ、そんな僕の適正サイズである S を選んでも結構ですね、サイズ感は最初からゆったりめにできてますので、そんなにですね、大きすぎる印象はないのかなというふうに思ってます。まあ、定番的なジップアップブルゾンよりもですね、最初から少しですね、肩が落ちていたりだとか緩さがあるようなデザインになっているので、その点は現代的にアップデートされているようなデザインになっているかなというふうに思ってます。まあ、細かいディティールもですね、こだわっていて、肩が落ちていたりだとか、あとは襟もですね、今期のユニクロ U はちょっと大きめのものが多いんですが、このあたりもですね、デザイン性があってすごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。あとはサイドですね、こういったリブになっていて動きもしやすいですし、ちょっと横から見た時のですね、アクセントにもなるので、こういった細部のバランスも完璧かなというふうに思ってます。そして見逃せないのは素材の質感なんですね。
これはですね、ちょっとアップの画像を載せたいなと思うんですが、非常に質感がいいんですね。まあ、使ってる素材はですね、ポリエステルが大半なんですが、その中にウールもブレンドされてるので、すごくですね、表面の質感が上品で、安っぽくない光沢感、上品な光沢感が漂ってるので、このあたりもですね、大人の男性が着て満足のいくクオリティなのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、1万円以内のこういったジップアップブルゾン、各社のものをですね、比較してみたんですが、ここまで素材の質感がいいものはですね、結構珍しくて、デザインも良くて素材感もいいというところで、まあ、完成度としては今期のジップアップブルゾンの中では間違いなくナンバーワンかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなというふうに思ってます。ただ先ほどもお伝えした通り、このようなジップアップブルゾンというのはもともとおじさんっぽく見えるアイテムではあるので、コーディネートにはちょっとした工夫が必要かなというふうに思ってます。まあ、今回ですね、この僕はブルゾンの下にプリント T シャツを合わせているんですね。これはもう自分のオリジナルのブランドで作ったものなんですけども、こういった少し大胆なプリント T シャツを混ぜ込むことで、おじさんっぽさを出さないようにミックスするというのも一つの手段かなというふうに思ってます。まあ、トップスはですね、こういったプリント T シャツ以外には少しカラーが綺麗なものですね、まあ、無地の T シャツで構わないんですが、こういったものを差し色的に使ってあげると、これまたですね、僕ら世代には良いアクセントとして機能してくれるのかなというふうに思ってます。まあ、ユニクロ U の T シャツでもいいかなと思うので、まあ、そういった少し綺麗な色をミックスしてあげるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そしてボトムスなんですが、ベージュのチノパンだとか色の薄いブルーデニムだとか、そういった思いっきりアメカジ的なものを合わせてしまうとやっぱりおじさんっぽく見えてしまうので、ここはですね、ちょっとシャープに見えるようなスラックス調のアイテムの方が僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕が合わせてるのはダークグレーのですね、これはイージーパンツなんですが、まあ見た目はですね、スラックス調に見えるので、こういったものの方がジップアップブルゾンとは相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。色はブラックだとかダークグレーだとか、シャープなものを合わせた方がまずは失敗がないかなと思うんで、ぜひトライをしていただければなと思ってます。そして足元なんですが、これも重要で、今僕が履いてるのはですね、ナイキのエアマックス97なんですね。まあ、いろんなスニーカーが合うんですが、まあ、その中でもですね、やぼったく見えないようにちょっとシャープな雰囲気のエアマックス97を加えることで、少しスポーティーながらも先進的な雰囲気が漂うように今回はバランスを取りました。これがですね、まあ、やぼったい感じのスニーカーになってしまうとやや難しいんですね。まあ、他にはですね、アディダスのシンプルなホワイト系のスニーカーも相性がいいかなと思います。こういったものもシャープに見えるので、結構ですね、こういったブルゾンとの相性はいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思ってます。そしてちょっと難しいというか、中級者上級者向けなのが、こういったニューバランスのスニーカーですね。まあ、これはですね、ブルゾンと同じようにややですね、ダサかっこいい的なアイテムなんですね。やぼったさがあっておじさんっぽく見えるような靴ではあるので、あえてこれを合わせるというのも中級者向けではいいかなと思うんですが、ちょっと失敗すると危ない部分もあるかなと思うので、一番最初はナイキのエアマックス97だとかスタンスミスだとか、このあたりから始めて、慣れてきたらこういったニューバランスのスニーカーを合わせるのもすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。個人的にはですね、この着こなしにはぜひですね、ニューバランスを合わせてみたいなというふうに感じています。まあ、こんな形でちょっとコーディネートを工夫するだけでも、こういったジップアップブルゾンを着こなすことは十分にできるかなと思うんですが、あとはですね、上半身の T シャツを今度はですね、シャツに変えてみるというのも結構バランスがいいかなと思うので、この後もう一つコーディネート事例をお見せしたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。個人的にですね、この組み合わせがかなり好きで、これからの季節ですね、結構やるんじゃないのかなというふうに思ってます。内側に着てるのはですね、襟を見ていただきたいんですが、バンドカラーシャツですね。襟元がスッキリとしているシャツと、こういった大ぶりな襟のですね、ジップアップブルゾン、結構相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。今僕が着てるのはプラス J でですね、春に買ったシャツなんですが、これとの相性がですね、なかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。シャツとブルゾンっていうのはもともと相性がいいんですけども、襟型がちょっとスッキリとしているのと、あとはストライプ柄ですね。まあ、こういった柄が入ることで着こなしの良いアクセントになって、おじさんっぽさというところをですね、うまく中和してくれるんじゃないのかな
かなというふうに思ってます。あとは丈の長さの違いですね、先ほど T シャツの時もそうだったんですが、ジップアップブルゾン自体が短いので内側に着てるものの丈を少し出してあげることで良い意味でのですね違和感が楽しめるんじゃないのかなというふうに思ってます。これは着こなし自体はすごく簡単で多くの男性に試しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。ちなみにシャツはですねストライプもいいんですが、今季のユニクロ U のですねこういったレギュラーカラーのシャツですね、色はこういったピンクのですね少し柔らかい感じのもの、こういったものを内側に入れてもらうのもすごくバランスがいいかなと思うので、ややアクセント要素的に使えるようなシャツをですね取り入れるスタイルもぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思ってます。こんな形で内側に着るものを T シャツとシャツ2パターンあればですね、着こなしパターンとしては簡単に 4,5 パターンぐらいは組めるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では今季のですね秋の最強ブルゾンとしてユニクロ U のジップアップブルゾンを皆さんにご紹介させていただきました。結構いろんな方がレビューしてるかなと思うんですが、その中でも僕はですね大人の男性が着こなすのであればこんな形がいいですよというところで、ご紹介をさせていただいたんですが、ぜひ皆さんもこちらを参考にしながらですねジップアップブルゾンおじさんっぽく見せるのではなくて、なるべくですねアクセント要素を加えながらおしゃれに楽しんでいただければなというふうに思ってます。僕自身もですねジップアップブルゾン NG アイテムとして結構上げることが多かったので、なかなか取り上げる勇気はなかったんですけども、やっぱりいいものはいいので、そこはですねコーディネートのバランスを考えながら皆さんにこのようにお届けできてよかったかなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもですねこのブルゾン、まだオンラインでも在庫がありますし、お店でもまだサイズいっぱいありましたので、ぜひ店頭でまずは試着をしていただければなというふうに思ってます。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。